すぐに使える茨城弁会話。さあ、始まりました。すぐに使える茨城弁会話のお時間でございます。ダンスパーティーよりたこ焼きパーティーが好き、講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スケです。お願いします。先生はダンスパーティーよりたこ焼きパーティーの方がお好きなんですね。たこ焼き食べてる方がいいかなと思っております。ですね、はい。さあ、というわけで本日ピックアップするのはこちら、茨城弁ごじゃっぺかるた。まあ、こちらのカルタはですね、茨城キングが作ったカルタでございまして、非常に面白い茨城弁のカルタとなっておりますし、茨城弁の勉強にもなるというものになっております。そして我々はね、このカルタ1枚引きまして、それに書いてある茨城弁を実践しまして、体で茨城弁を覚えていこうと。はい、ということで今回は先生に引いていただきたいと思います。はい、わかりました。聞き分けがいい。はい、さあ、じゃあどうですか先生。これ、お願いします。く、それじゃあ先生、はいはい、くを飲んでください。くんのめね、えがいカプセル、いじやける。飲み込めない、はい、でっかいカプセルで腹が立つという意味でございます。はあ、お薬でしょうね。まあ、くん飲むというのが、まあ、飲み込むということで、はあはあ、で、まあ、えがいカプセル、でかいカプセル、意地合いで腹が立つと。僕なりのイントネーションで読ませていただきますと、くん飲めね、えがいカプセル、意地上げる、はあ、みたいな感じですかね。なるほどなるほど。じゃあ、それじゃあ早速先生にくを。でかいカプセル、はい、どういうものなんですか。なんとかして用意しましょう。でっかいカプセル、はい、やめてよ、影響があるやつから。では先生、クを実践してもらいます。お願いします。さあ、それでは先生、今からクを実践していただきます。はい、今何を持ってますか。ちなみに水、はい、そしてえがいカプセルを。よくありましたね、こんなえがいカプセル。薬を飲む感じですからね。はぁ、怖え。先生、はい、お願いします。いただきます。おぉ、あ、思ったより入らない。あ、でかいんだ。もう入るんですか。もう、あ、じゃあもう水で流し込みましょう。水で流し込みましょう。水で。で、顎が痛い。顎が痛い。顎が痛くてすぐ取ると思ったら歯に引っかかってすぐ取れないし。まあまあ、拷問。あ、顎が痛い。顎が痛い。顎が痛い。したら水で行きましょう。水で流し込みましょう。そうそう、下唇、そうそう、下唇、そうそう、そっから行きましょう。水を入れていきましょう。はい、よし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 。いいですね。飲み込めませんでしたね。飲み込めませんはい、体で覚えていただきましたということですよ先生。何これ。じゃあ、まあ、リピートアフターミーをお願いします。はい、くんのめね、くんのめね、えがいカプセル、えがいカプセル、いじ開ける、いじ開ける。はい、ありがとうございます。 ありがとうございました。というわけで、次回は何をピックアップするのでしょうか。さっきやね、またねー。わお、あーぼーぼー、わおわお。今彼はチャンネル登録お願いしますと言っています。チャンネル登録、はい、チャンネル登録お願いします。